セクハラってどこからになるんだろうね。なんかその髪切ったね、もうセクハラらしいぞ。なんか関係性によるよね。まあまあまあ、そうね、上司と部下とかやったらそれがセクハラになるんやって。女がわめき出したらもうセクハラだよ、もう最悪やん。そう、なんかさ、ちょっと前にさ、なんか話題になってたけど、お互いなんかじゃあ合意の上でそういうことをしましたってなった後に、なんか女の人がレイプされましたみたいな感じで、無理やりされましたって言ったら、それなんか男側が悪くなるらしいね。それ男マジで言ってる？うん、もうそれやったら絶対一生風俗じゃない？怖いよね。怖いよ、言ったもん勝ちやん。俺らがじゃあさ、レイプされましたって言ったらどうなるの？いや、マジでやりたくなかったのに勝手に入れられましたって言ったらどうなる？適用されない適用されない、うん、適用されない。でもあなたもう立ってたでしょって言われて終わる。多分その視点でアウトです言われるかもしれん。いや、相方は濡れてましたって言ったらどうなる？え、だってそういうことやろ。向こうも濡れてましたけどね。なるほどね。全然びしゃびしゃでした。こっちもビンビンでしたけど。なんすか？いや、ゴムゴムな戦いではあるよね、一応。そう。うん。50-50 やろ、そうしたら。うん。びちゃびちゃバーサスビンビン。いや、でもさ、証拠が残るのはさ、男側じゃない、やっぱり。え、女の子側って残んの？いや、ほらさ、その、男側、その、例えばさ、出したとかさ、なんかさ、その、付着したらさ、なんか、あれじゃん。鑑定とか出せばさ、わかるじゃん。ああ、なるほどね。そうそうそう。女の子側って多分、そういうのって検出されない。いや、まあ、だから状況証拠みたいなの残しとけ大丈夫なんじゃない？なんか LINE とかのメッセージのやり取りだとかさ。ああ。まあでもそれでなんか録音とかしたら、その録音がまた、犯罪になっちゃうからな。もう怖いって。契約書持ち歩かないとダメだよ。合意書？あなたは私とそういう行為をするのに合意しますかっつって。そう、すごいいい感じの雰囲気になって、じゃあ、ちょっと待って、じゃあ契約書を一旦任せてもらって。そうそうそう。あ、スマホで今できるよ。クラウドサインでやりましょう。クラウドサインで、あ、メールアドレスを教えてもらってもいいですか？こことここにサインください。今送ったんで、これじゃあちょっと軽くメールしてもらって。はい、ありがとうございます。じゃあ、って急にやりますか。キモすぎる、それ。嫌やねんけど。金持ちになるしかねえ。あ、訴えられてももう金でもみ消すぐらいの金持ちになるってこと。いや、もうなんか別に。いや、でもそういう女の人を見分けれるような男になればいいんじゃない？そうだね。それが一番だよ。うん、それが一番よ。うん。怖いわ。まあでも本当に怖かったらもうお店行くしかないよね。そうやな。まあお店でも十分満足できますからね、そういう欲望は。そうですよ。皆さん、犯罪はダメですよ。紙にとって V さえ出ないんだ。紙とは V じゃないからね。俺もそれね、多分1000回くらい言われてるね。まあでも V って言われるのもなんかわかるよな。うん、わかるわかる。もう俺も興味なかったら紙とのことは V やと思ってるもん。難しいよね、 VTuber の定義って今。難しい。うん。VTuber って名乗ってるか名乗ってないかみたいなとこあるで。うん。いやー、俺 VTuber マジでな、もう顔が好き。いや、それはね、そう。オタクやからビジュアルがいいの確定してるやん。ああ。だってみんなさ、VTuber のさ、V の人たちの配信の楽しみ方ってさ、マジで半々かそれ以上ぐらいで V のさ、顔見てない？見てるかもね。あの、俺マジで見てるんよな。これ多分アイトラッカーみたいの今度やろうかな。どこ見てるのか。スミーとかの配信とか見た時に俺マジ顔しか見えないぞ。え、ゲームやってる時も？ゲームやってる時も基本顔見てる。ああ。え、やっぱそういうもんじゃない？
まあでも顔はチラチラ見がちだね、やっぱりね。表情見たいよね。そう、表情見たいよな。なんか笑ってる時とかさ、あの集中して口開いてる時可愛いなって思う。いや可愛いわ、それは可愛い、ね、わかるよな。うん、わかるわかる、それわかる。うん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 、どうなんよ。美女もいいし、そう、声もいいんだよな、 VTuber の人たちって。声がなんか良くない V の人なんかほとんどいないもんな。うん、いない。俺の知ってる人で声普通の人あんま見たことないもん。カルビ、まあカルビはさ、そうやな、カルビもまあ声はまあそうやな、ね、まあ、特徴的じゃない、まあ、特徴的でいい声してるよ。 VTuber の声誰が好きかな。俺女性とかだったらやっぱり星川、まあぶっちゃけ言うとみんな好きなんだけど。いや俺もね、そうなんよな。俺でもね、声だけで言うとね、結構ねプテチがね来るんよな。はい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 、プテチが来るんよ。あ、いやわかるよ。俺だって一時期それないと寝れない症候群かかってたからな。え？プテチ？うん、 ASMR ずっと聞いてたよ一時期。お前マジか。うん、いやまあでもそうよな。いや ASMR はねガチでいいよ。俺は ASMR はねあんまりねわかんないよな、まだ。 VTuber ローレンしか見たことないからわかんねえ。いやローレン、ローレン別にいいよ、あいつはどうでも。ローレンでも俺ガチで好きだな。でも俺もローレンはおもろいなって思う。うん、マジで面白い、ほんとに。てかもう、でもローレン友達すぎて、うん、もうなんかあいつが歌ってみたとかあげてたり、ちょっとなんか語ってたりすると笑っちゃう。うん、逆にね、友達近、距離感が近すぎてね。そう、マジでおちょくりたくなる。はいはいはい。普通に配信者として面白いよな、ローレンは。ローレンはそうやな、配信者としておもろいな。ガチでおもろい。配信がおもろいよな、あいつの。いや、本当に面白い。なんかね、切り抜きとか見てても普通に声出して笑ってたんだよな、昨日。あのテンション感で一生配信できるのが羨ましいわ。そう。やっぱ人気の配信者に共通してるのかな、クズハとかもそうやけどな。テンションがずっと一定なんよな。そう、うんこちゃんとかもそうやね、うん。そうやね。面白い人っていうか、なんか人気の人も全部それやねんな。すごいよな。ローレンとか圧倒的カムバックしたしな。ね。もう普通やったら、あそこでもう落ち込むルートやのに、あいつは実力と、なんか実力だけでまた這い上がってきたからな、ここまで。意味わからん、普通に。燃えても戻ってくるからな。そう、燃えても戻ってくる。燃えても、燃えたらなんなら回復するで。俺もローレンのこと汚職警官って呼んでるからね。そう、警官だからね、一応。あいつ警官やからな、一応。汚職警官。